国産車最高峰のスポーツクーペレクサス LC、 こちらに特別仕様車エッジというのが追加されました。でレクサス LC 自体もですね、一部商品改良ということで商品力が上がるんですが、そんな中60台限定の抽選販売になるというのがこの LC500 特別仕様車エッジですね。いやむちゃくちゃかっこいい。全国のレクサス販売店にて、抽選受付中ということで、6月8日から6月27日までなので、気になっている方はね、ぜひお近くのレクサスのお店駆け込んでいただければと思います。はい、どうも車カチューバーワンソクチューブです。私もレクサス LC デビューした時はですね、コンセプトカーのままそのまま発売しちゃったんじゃないのっていうぐらいめちゃくちゃかっこよくて、いつか欲しいなと思っていた1台なんですけれども、それがですね2017年のデビューから7年目にして商品改良が行われたと。そして60台限定のエッジという特別仕様車、今回ね拝見させていただきますので見て行きましょう。まあ、価格もねベースのレクサス LC も1400万円からとなっていますが、こちらのエッジという60台限定の、抽選販売の車はですね1760万円という、まあ、スーパーエクスペンシブな車となっていますけども、まあ、それもそのはずというね魅力見ていきましょう。まずねエクステリアむちゃくちゃかっこいいですよね。これが国産車でこの形で実現してるっていうこと自体で本当にねデビューした時はもう大拍手という感じでしたが、今7年経っても色褪せないこのデザイン、いやめちゃくちゃかっこいいですね。で今回この白銀というマットホワイトなんですよ。これわかるかな、これねただのホワイトじゃなくてマットホワイトになっています。これがこのエッジという、特別仕様車の限定カラーとなっています。まさにねパウダースノーのような美しいホワイトになっています。そしてヘッドライトなんですけれども、まあ、レクサスといえば三眼 LED になってますが、こちらオートマチックハイビームになってますけれどもフル LED になっています。そしてこの L 字型のねデイライト兼ポジションランプになっていますが、この辺の造形は、まあ、デビュー当時から変わっていません。でウインカーはですねこのライトの下の部分の縦の部分、ここが点灯するようになっています。あとミラーのところですね。そしてこの特別仕様車のポイントとしてはですね、このフロントのバンパーのところ、ここにカナードという、空気の流れをね整える突起がついてるんですが、これもねすごいんですよ。後付けじゃなくてこれ、パネルの内側からこうなんかね叩いて押し出して、造形を作っているということで、かなりね技術的に難しいそうで、まあ、これねこんだけすごい難しい、ね、技術を使ってるんだったら60台しか売らないってめちゃくちゃもったいないと思いますが、まあ、それだけ、コストのかかっている本気の、特別仕様車と言えると思います。そしてこのレクサスといえばねスピンドルグリルですよ。最近はあのスピンドルボディに変わってきてますが、こちらは LC500 ということで、V8 のエンジンが積んでますので、まあ、このグリルが必要ということで、この辺も、専用にですね漆黒メッキが採用されていると、ホワイトがね際立つような配色になっています。これヘッドライト周りのねこの辺とかも通常の LC ではですねちょっともうちょっと明るい、メタリックだったのが、ブラック漆黒っぽくなっているという感じですね。いやかっちょいい、今見ても全然色褪せないかっこよさですね。そしてこちらの特別仕様車の専用装備としては、こちらのホイールがですねマットブラックになっていると。そして今回の一部改良からですねハブボルト締結に変わっています。なので、まあ、特別仕様車だけではなくカタログモデルもハブボルトになるんですが、まあ、それによってね、足回り運動性能で、まあ、タイヤの追従性とかが変わってくると、取り付け剛性も上がっているということです。そしてキャリパー、こちらブラックになってますが、これは通常モデルから同じだそうです。そして、サイドの方を見ていきますが、まあ、こことかもね流麗なデザインになってますよね。でここに穴開いてますけど、これはホイールハウスの方にエアを抜ける効果がありますね。ちゃんとダミーじゃない効果があります。そしてこのアウタードアハンドル、これも隠されるようなデザインになっていて、ここに L というロゴがついてますが、これでドアが開くと。でこちらの展示車両は北米仕様ということで左ハンドル仕様になっています。内装はちょっとまた後で見ていきましょう。そしてやっぱ LC といえばこのフェンダーの膨らみがめちゃくちゃグラマラスでかっこいいんですよね。ここがやっぱかっこいいですよね。そして今回特別仕様車のポイントとしてはこのリアウィングですよ。
こうめちゃくちゃ面白い形してるでしょ。特徴的、しかも長いということで、こちらもちろんカーボン製となっています。でこちらのウィングがですね、まあ、レクサスといえばエアレース、室谷選手とやっているエアレースがあると思うんですが、そちらのエアレースのチームと技術交流会っていうのを開いて、でそこで飛行機の、ね、羽とかで使っている技術をこちらのリアのウィングに生かしているということで、この長さがポイントだそうです。まあ、通常のリアウィングといえばですね、だいたいここのバックドアとかね、トランクのところのあたりまでしか来てない長さになっていると思うんですが、これはここまで来てるってなかなかないですよね。でしかもこの端の部分、翼端というそうなんですが、ここが下向いてると、なんか上向いてるのとかはなんかよく見たことあるような気がするんですが、これ下向いてるのってあんま見たことないですよね。これもやっぱり飛行機の技術から着想を得て作られているパーツだそうです。まあ、これもエッジの、ね、特別装備となっています。でこれもやっぱりこの剛性を、この長いウィングの剛性を確保するためにカーボンかつ固定となっているそうです。いやここもね、黒で引き締められてるんで、この白銀のボディカラーとマッチしていてかっこいいっすよね。そしてリアコンビネーションランプはこんな感じに光ります。で LC といえばですね、デビューした当時からここがですね鏡写しのようになっていて、こうリアコンビネーションランプが無限に奥まで続いているような光り方をするのが特徴的でしたが、今回もその絵は踏襲していると。でウインカーはこの縦に伸びている部分が光るという感じになっています。そしてここもねポイントなんですよね。通常の LC だとここもメッキなんですが、こちらのエッジだとここも漆黒メッキで引き締められていると。マフラー、最近ダミーマフラーとかが増えている中で、ちゃんと、バンパー一体型のマフラーは本物のマフラーとなっていると。もちろん左右、出ていると、中には4本出しになっているという感じです。そして今回特別使用者エッジでの最大のポイントと言ってもいいかもしれないのが、このリアアルミ中空サスペンションメンバーという、このね今回のこちらの北米モデルはついてないんですが、日本で売られるこのエッジという特別使用車ではですね、リア中空アルミサスペンションメンバーが採用されるということで、もうこのパーツだけでもうかなりのコストがかかっているものなんですが、こちらをねアルミ中空にすることで剛性が上がって、リアの運動性能がめちゃくちゃ上がるということで、まあ、走りに、ね、よりこだわっている人がより、ね、走りに楽しみたいという人のために作られたエッジ、まさに尖った装備がついているということです。まあ、これだけでも相当お金かかっているパーツとなると思うんで、まあ、通常モデルに加えて300万円ぐらいする価格とはなってますが、まあ、それが60台限定で発売されるということで抽選になってますんで、気になっている方は急げということです。続いて内装見ていきましょう。やっぱねここが格納式のこのフラットになるアウタードアハンドル、そしてこのレクサスロゴがついてるっていうのがかっこいいですよね。そしてドア開けるとこれですよ。いや青が鮮烈、これも今回特別使用者限定となっている勝ち色という青だそうです。そしてここももちろんソフトパッドになっていて、あこういうところのメッキ、車線メッキもやっぱ通常のものよりなんかいい感じがあります。ひんやりとした手触りがあります。で中央部分はこうアルカンターラのような、素材になっていて、で、こちらパワーウィンドウのスイッチのところにもメッキの加色がしてあると。でポジションメモリーは3つまでついているという感じになっています。この辺とかすべてソフトパッド、あ下の部分もさすが LC だとソフトパッドになっています。でカーテシランプも LED になっています。あそしてここがカーボンですかね、ここはすごい。で、あこういうところもなんかビスが専用のものになっているという、見えないところですけどおしゃれになってますね。そしてここはですね、インスピレーションシリーズって書いてありますが、これ北米仕様だそうで、日本版では違う名前がつくそうですけれども、レクサス LC、 ここもスカーフプレートもカーボンになってます。でパワーシートの調整スイッチなんかもサテンメッキされていると。この辺の質感はさすが、日本国産最高峰と言っていい質感ですね。やっぱ GTR とかもありますけど、あちらはちょっとキャラが違うんで、やっぱラグジュアリーな、スポーツクーペということだと、もう本当レクサス LC、 もう本当これ1台ですね。うん、じゃあちょっと乗り込んでみたいと思いますが、その前に、はい、ヒンジはめちゃくちゃいかつい鋳造製のヒンジになっていると。やっぱこの重いクーペのドアを支えるにはやっぱ、ね、こういった剛性のあるヒンジじゃないといけないということです。
じゃあちょっと乗り込んでみましょう。やっぱさすがにスポーツクーペなんで乗り込む際はかなりよっこら承知しないと乗り込めないですが、はい、ドアを閉めるとこんな感じ。おお、クーペなんで窓がねサッシュレスなんで閉めるとキュッと窓が上がる感じになってます。はい、いい音。レクサス LC500 エッジ特別使用車のインテリア全景はこんな感じですね。いや、勝ち色というこの青がめちゃくちゃ鮮烈。細かく見ていきましょう。まあ、今回の一部改良でですね、まあ、内装のトピックとなるのがここですかね。今までは 10.25 インチの、まあ、ここの枠に収まるようなサイズのナビ画面だったのがですね、今回 12.3 インチと大型化しました。まあ、それと伴ってですね、まあ、いいか悪いか微妙なところですけど、あの昨今のトヨタレクサスのあの、ナビシステムになっていると。これ今回北米仕様なんで、細かい表示は日本のものとは違いますけど、まあ、これに変わることによってですね、地図の2画面分割とかはできなくなってます、まあ、その辺はね良し悪しですよね。で、まあ、秘宝と言っていいかもしれないですけれども、アナログ時計がまあこれによって消滅してしまったと、まあ、その分画面が大きくなっているよということです。でもまあこの辺とかの質感はまあやっぱさすがにめちゃくちゃいいですね。この辺もアルカンターラになっていると。で、ここもソフトパッドになっています。で、ここはこういうね、金属調のものになっていて、ハザードランプはこんな感じで、エアコンのルーバーがあって、あ、この辺のやっぱスイッチ類の質感もいいですね。で、その下はマーク・レビンソンの、パネルがありますが、あ、ここあれですね、CD、DVD、ブルーレイのメディアスロットがあったのがなくなっちゃってますね。これはちょっとまあ時代の流れで、あの日本以外ではなかなかそういったね、もうメディアを使ってる国がないということではありますが、ちょっとこの辺が殺風景になっちゃってるという感じはありますね。で、鍵はこんな感じですね。まあ通常のレクサスと同じような感じですが、ここがなんか革が貼られているというところが違うポイントですね。で、ドリンクホルダーはここに一つですね。ちなみにこちらの辺、この辺もアルカンターラのような素材になっているんですが、これはあの日本仕様ではですね、こちらと同じソフトパッドの、まあこれでも全然いいんですけど、この素材になるそうです。まあ、なんでかっていうと、まあ、ここにドリンクホルダーがある関係でですね、この辺が、まあ、なんか濡れたりするんだったら、こういうね、肝仕上げよりもまあ普通の通常のこういうソフトパッドの方がいいだろうということで、この辺は通常素材に戻るそうです。そして、この画面タッチになったことによってですね、リモートタッチというね、ここで操作するデバイスがありましたが、それが今回なくなってしまいました。まあ、そこに置かれているのがこのシートヒーターと、ステアリングヒーターとかの、呼び出しスイッチですね。これを押すことによって、ここのナビ画面上の、シートヒーター、シートベンチレーション、ステアリングヒーターのメニューを呼び出すことができると。で、これはもうオーディオノブですね。で、トラックとシークとチューンと。そして嬉しいのがですね、この360度カメラ、ちょっとこれ、北米仕様なのでちょっとアベイラブルって出ちゃってますが、あのパノラミックビューモニターが今回の商品改良でついたということで、今まではなかったんですね。ただ360度カメラあった方がいいですよね。やっぱ LC って、まあ、ここのミラー見ていただくと分かりますが、リアフェンダーの張り出し半端ないんですよ。だからちょっと運転するのに後ろが膨らんでるんで気を使うんで、やっぱ駐車の時とかはやっぱこの360度カメラあった方がいいですね。そしてこのシフトですが、倒して下に入れると D と、で P は押すタイプとなっています。この辺のね、やっぱパンチング処理されていたりとか質感はいいですね。で、ブレーキホールドもちろんついてます。ただね、メモリー機能はありませんので一度押す必要はありますけどね。で、この辺のパームレストとかも全てアルカンタラになっていると。で、ここはスライドでオープンすると、ここにまたドリンクホルダーがもう一個あって、で、ここは縦に開くことができると。で、中には USB のタイプ A とタイプ C、 そして、アクセサリーソケットがあると。で、ここも間接照明で多分光ると思います。中もちゃんとね、肝を仕上げされています。そして、ここがね、スイッチを押すと、はい、パカッと開くという、こういうところもね、高級車前としてますよね。中もしっかり肝を仕上げされてます。容積はそんなないですけどね。で、この辺とかも全てアルカンタラで貼られていると。いや、この辺の内装の質感はほんと素晴らしいものがありますね。ただ、ちょっと残念なポイントとしてはですね、メーターは、まあ、相変わらずこう2017年のデビューから変わっていないと。まあ、もっと言ってしまえば2013年にデビューしたレクサス IS の頃から、まあ、この辺の表示のアルゴリズムとかは変わってないという感じになっています。でも、これ可動式の、ね、メーターリング、この辺とかはね、ちょっとかっこいいギミックはありますよね。
まあ、ただ表示できる情報自体はですね、まあ、あのこう切り替えて表示するんですが、まあ、一度に表示できる情報は、まあ、そんなに多くないということで、この辺はやっぱ最新の車に比べると、まあ、ちょっと表示できる情報は少ないかなとは思いますが、まあ、スポーツクーペなんで、まあ、運転に集中するという意味ではですね、まあ、このぐらいでもいいのかもしれないですね。で、ステアリング自体もこのね、勝ち色のブルーになっててめちゃくちゃかっちょいいですね。で、パドルもでかい。ここまで来てますからね。これもやっぱ LC ならではという感じだと思います。そして、ステアリングの、こちらの左側、まあ、日本仕様ではね、反対側になると思いますが、オードメーターのリセットスイッチ。そして、フュエルリッドのオープナーとヘッドアップディスプレイのこれスイッチあります。まあ、表示される情報としては、まあ、この辺もデビューの頃から変わってませんが、タコメーターとかね、ナビのルートガイドとかはここに表示されるんで、まあいいでしょう。で、トランクオープナーになっているという感じですね。そして、アクセルペダルもオルガン式になっているという感じです。で、オーバーヘッドですけれども、ミラーはフレームレスになっています。まあ、後方視界は、まあ、意外とそんなに悪くはないけど良くもないですが、デジタルインナーミラーのような装備はなさそうですね。そしてここタッチのセンサーになっている照明となっています。でそしてここは自爆スイッチではなく SOS コールですね。でこちらの、特別使用車ではルーフの設定とかはないのかな、まあ、天井とかもでもこういうね、アルカンターラのような素材になっていて、まあ、やっぱこういうところはねやっぱさすがレクサスだなって思いますよね。輸入車でもこういうところがやっぱこういうね肝仕上げされてるとかあんまないですから。でこれはここは豆球ですが、バニティミラーにも照明付きとなっています。続いて後席見ていきましょう。やっぱ LC はクーペといえどもやっぱ4シーターになっているので後席用意されているのはいいですね。まあ実際に座るかと言われると、まあほぼエマージェンシー用ということで、実際にこの LC の後席に座る方っていうのはあんまいないとは思うんですけど、一応4人座れるようになっていると。で、ここの辺とかもシートとかもやっぱさすがに質感良いですね。そしてマーク・レビンソンの大きいスピーカーがここについてますね。ウーハーですかね、これは。で、こういうところにもメッキのスピーカーリング付きのスピーカーがついていて、いや見た目のね質感は良いですね。で、何がいいかっていうと、やっぱこれ2シーターになってしまうと、ここ荷物が置けなくなっちゃうと、そしてリクライニングすることもできなくなるということを考えると、まあ、実際に座る人がいなかったとしても、まあね、ここの足の隙間とかを見てもらうと分かると思うんですが、まあ、実際にドラポジ取ると、まあ、ほぼほぼ座れないぐらいの隙間にはなってしまいますが、運転席からここら辺にねひょいと荷物を入れることができると、荷物置きとして使えると、あとリクライニングできるっていうところではね、やっぱね4人乗れる方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに、ね、せっかくなんでちょっと後部座席も座ってみましょう。よいこら小一とよいしょ。で、シート戻すと一応ちょっと前にねずらしておいたんで一応座れるような隙間を残しておきましたが、まあ、やっぱ座れなくはないですね、まあ、このぐらい後ろに詰めちゃうとここに足の隙間はなくなっちゃいますけど、まあ、なんとか座れます。ただ屋根がかなり低いんで頭はついちゃうという感じで、横にちょっと頭を逃がすような感じにはなりますが、お子さんとかだったらね乗れると思います。最後トランクルーム見ていきましょう。オープナーがね探しちゃったんですよ。ここにありますね。まあデザインを阻害しないような場所にあるという感じです。でトランク開けるとこんな感じですね。まあ容積としてはミニマムな感じですけども、今回ねランフラットタイヤから普通のタイヤに変わったということで、パンク修理キットが搭載されているというところはね変更点になります。でラゲッジアンダーはですねこんな感じで牽引のフックとか、あとこっち側は、まあ、バッテリーとかですかね、まあ、ここに物は置けないということです。で後部座席もトランクスルーとかはできませんので、まあ容積はこのぐらいと、まあ、ゴルフバッグはサイズによっては、まあ、ギリ1個入るかなというところです。はい、といった感じでレクサスの新型 LC500 エッジですね、特別使用車内外装を見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。日本が世界に誇る高級スポーツクーペ、もうめちゃくちゃ内外装おしゃれだし質感高いですよね。で今回お届けしたポイント以外にもですね、レクサスセーフティーシステムプラス、こちらも機能向上していまして、今までねレーンキーピングアシストと言われていた、まあドイツ白線内の中央を維持する、機能がですね、レーントレーシングアシストというね、最近、トヨタレクサスで採用されている最新のものにアップデートされています。
まあ、これはね、まあ、初期型の LKA のあのピンボール走行みたいなの知ってる人からするとめちゃくちゃ嬉しいんじゃないかと思います。他にもロードサインアシストついていたり、交差点右折時のね安全性向上とかもあるんですが、先ほど言ったリアアルミ中空サスペンションメンバー、これに加えてですねフロントにも床下ブレースを追加しているということで、リアだけじゃなくてねフロントも強化しているということでした。こちらのレクサス LC500 特別乗車エッジ60台限定、6月27日までの抽選販売と申し込み受付しているということなんで、29日から順次商談開始ということなんで、気になっている方はねお近くのお店に、抽選申し込みしてみてください。車でも何でもね欲しいと思った時は快適ですからね、好きなもの買って増していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買う中盤ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。